いは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 い。全国アロマが好きで、まあいっぱい好きな人、皆さん今日は介護施設なんだけど、お年寄りも子供も綺麗なお姉さんもよく喋るお姉さんも有名人も来る施設に来てるぜ。ぜなんかフライングした人がいるぜ。はい、今日の注力場所は南房総市白浜町滝口にあります小規模滝の六次郎さんに来てるぜ。ぜ音割れてるぜ。こんなに声出そう思ってなかったぜ。ぜ、はい、ということで、今週のゲスト、こちら小規模滝の六次郎のボスでございます、アロマ姉さんこと小池美希子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね公開収録してる風味になってますけどもね、はい、みんな見られてますね。見られてます。老若男女に言えてないんですよね。老若男女、老若男女に、はいはい、はい、やりますけど、下は何歳からですか。はい、下は4歳、上は94歳。90歳の幅がある。はい、すごい。パラパラッパラー。はい、なんか支持された感じですけどね。はい、幅広い年齢層に愛される施設という、はいはい、この六次郎さん、どんな施設ですか。あー、わかんない。普通ですね。まあ特別なことはかもなく不可もなく。そういうことを聞いてるんではなくて、はいはいはい、小規模滝の六次郎だと何が小規模で何が滝のかわからない。はい、ありがとうございます。小規模っていうのは少ない人数で、白浜で暮らして、うん、白浜で生きて、うん、白浜で死んでってくださいよという厚生労働省さんからのね、お願いを受けまして、うん、そしてこの白浜の皆さんと楽しく生きて楽しく死んでいっていただこうという施設でございます。僕こう死んでいくっていうことが何回も何回も出てきますけど、ね、お盆ですからね、もうすぐね。まあね、その辺は逆にあまりこう気にしないという単語でございますね。いや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 、そんなことないですよ。大事な人は、はい、ゆりかごから墓場まで、人は生まれたら死ななければいけません。まあね、僕もいつか死んでしまうと思ったので、ちょっとウェイトをね落としていますけども、はい、気づきました。え、全然。嘘、さっき言ってたみたいな、うん、痩せたって聞いた。ウェイトってそういうことですね。もう痩せて、うん、もうげっそりしちゃってびっくりしちゃいましたね。シナピーさん、いい男。はい、最初から褒められておりますけれども、はい、はい、こちらの六次郎さんのことはまあこの後ね、いろいろ、聞いていきたいと思いますけど、その前に、はい、美希子さん、これなんて呼ばれてますか、皆さんから。小池さん。小池さん、うん、小池さんってこう小池さんいっぱいいるよね。いるいる、3、4人いるよね、うん、子供も入れたら子供もいる、4人ぐらいいますいます、はい、ゴロゴロ。じゃあ小池さんでね、はい、皆さん反応しなくていいですか、はい、今日はこちらの小池さんにも話してます。はい、はい、そんなお話を聞いていきたいと思います。はい、はい、この番組は NPO 法人南房総 IT 推進協議会がお送りします。はい、今日は白浜の、小規模滝の六次郎さん、いい加減覚えたね、うん、で、収録をしておりますけど、ゲストは、こちらのボス、アロマ姉さん小池さんです。お願いします。よろしくお願いします。まずね、その小池さんのこのお人柄というかヒストリーというか歴史というか、そこら辺をちょっと掘っていきたいと思うんですけど。はい、ありがとうございます。芋のように掘ってくださいね、芋のように。なんかスマホをこちらにね向けられてるとなんかドキドキしちゃいますけどね、うん、はい、撮るときは言ってくださいね。はい、はい、小池さんはご出身はこちらですか。はい、私は館山市でございます。私都会人よみたいな雰囲気だし、ね、そうかな。そう、そうだね、うん、いや、館山市で生まれ、はい、はい、館山市で育ち、はい、どんな、何ですかね、子供の頃はどんな
子供だった、科目児でしたね。幼稚園に行っては口を聞かない、あいつは口が聞けないんじゃないかというね、そんな口も聞かないおしとやかな子供でございました。けども今は病弱でした。日々日々病院に通ってから学校に行くという日々でした。そうですね、うん、体が弱かった。今見ても、うん、そのかけらがまあちょっと見えるね、うん、多少ね、多少多少でしょう、でしょう、はい、はい、そんな、立山 市で、生まれ育った。はい、その時あれですかね、こうまあ通う、あの通わかったから、うん、あれですね、部活とかやっぱり運動部とかじゃなかった。ないですね、もちろんね、もう全然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 はい、帰宅部ですね。帰宅部あったんですか。はい、はい、帰宅部の小池さん、はい、ね、中学高度、はい、その先は、はい、高校を出て、うん、その時に自分で稼げる女になりたいというのが夢でございました。しかし二十歳の時に騙され白浜に嫁に来るということになってしまったわけでございます。騙された、はい、騙された、はい、何に騙された、うん、赤い糸でしょうか。それ騙され、あ、やっぱ騙されるんですか、赤い糸っていうの。うん、いや、宿命ですね。定めですね。はい、宿命と書いて。はい。で、20いくつの時？二十歳で結婚しまして、それから、数年後にもう姑ですね、義理の母をがんの末期で看取るという、私の看取りと介護の人生が20代にして始まったのでありました。漫談師ですか。ああ、始まった、はい、そこから二十歳から始まった、20代から始まりました。子供を育てながら、うん、はい、あの親を看取る、はい、看護の看に、はい、取ると書いて、はい、見取る。そう、あ、看護を奪っちゃうのが見取りか。そうかもしれません。すごい深いこと言っちゃいましたね。深いですね、はい、あ、そうですね、はい、素晴らしい、まあ、そんな話も後々聞いていきたいんですけども、はい、最初、まあ、当然自分で稼げる女になりたいと思って騙される前はどんな、あ、なんかいろいろ資格とか、うん、そういうのを。資格なんかないですよ。私はね、主婦ですね。子供ができて主婦で、これから食っていけるために通信教育で子供を育てながら保育士の国家資格を取りました。あ、通信教育で。そうです。保育士の資格。そうです。何年ぐらいかかったんですか。いや、すぐ取りましたよ。すぐ。はい、1年。ああ、まあまあ、やっぱそのぐらいかかりますよね、うんうん、もちろんもちろん、1ヶ月2ヶ月は無理ですよね。ちゃいますよ、国家試験受けますから ね、 ね、はい、はい、で、保育士の資格を取って、はい、じゃあその保育の現場とかにはこう、はい、はい、入りました。素晴らしい仕事でした。でもやっぱり保育士さんも人のところにお勤めするということはその経営者に従うということで、うん、やっぱり自分の思う通りにやりたいことをやるというわけにはこれはいかねえなということにすぐ気づきました。まあね、雇われるっていうことはね、そうです、それで雇い主の言うことを聞かねば負いねえよって、そうだっぺ、うん、無理やりかい、そうだっぺよ、無理やりね、報酬弁無理やりね、そう、はい、で、まあ、そうするとこう、じゃあちょっと、まあ、保育士、まあ、雇われてやっていくと、うん、こう自分のやりたいとこにはこうなかなかね、うん、たどり着かない、うん、それはすぐ気がつきましたね、うん、扱いにくい、まあ、女というのでしょうか。え、誰が、自分が、私自覚した、はい、知ってる、はい、はい、なので、うん、じゃあまあそうするとちょっとその道は、うん、ちょっとやめたって感じですか、うん、そうですね。それもやっぱり姑がね、がんで10ヶ月の闘病で亡くなってますけれども、その間にやっぱり切ない切ないって言って、主婦の私が母の足をずっと撫でさすってたんですよね。で、その時にね、うん、母のそばに、まあ、ずっとついて寝泊まりをするわけですよ、時代ですからね。なるほど。家政婦か家族が親の、患者のそばについて寝泊まりをするという時代の中で、母の足を撫でさすりながら、私はさーって
食えなくなったら家政婦になるといいよねって言ったら、母さんが、ああおめえはいい家政婦になるよって言ったんですよね。でそっから30年。あ、今が30年はい。あ私はアロマセラピストとヘルパーになりました。アロマセラピスト。しゃれてる。まあ大体雰囲気はわかるんですけど、アロマセラピストってどんな仕事なんですか？アロマセラピストっていうのは、エッセンシャルオイルって言って、天然の植物から抽出した液を手に塗って人の素肌をひたすら撫でさすると、うん、そんな仕事をね、国際ライセンスというのを取って、なんと親の死亡保険金をかけて持って東京に行って、私はその資格を取ったのでありました。まあ今ちゃんとしっかりと聞くと、なんかすごいすごいですよね。死亡保険金ですか。おで、東京に行ったのでした。パラパラパパー。いやもうそれやったらいいんですけど。でアロマセラピスト、なんでアロマセラピストを選んだか、うん、はい、その前にね、エステの仕事をね、自分がそんなに興味もないのにやってたんですね。そしたらお客さんが、テレビでさ、小池さんってなんかいい匂いがしてさ、いい気持ちになるのにやってたからさ、あれ習ってきてよって言われたんですよ。はい。それで、頼まれたんだね。オッケーみたいな感じで、東京行っちゃいました。結構、行動派なんですね。そうですね。第6巻ですね。思い立ったら、吉日。吉日。で今日も僕あれですよ、思い立ったら昨日だったので吉日、うん、そう、なんかあこれは今日収録に来ねばおいねえなというので、別にあれですよ、切羽詰まってたわけじゃないの、なのに遅刻。まあおっしゃる通り、おっしゃる通り、それは別に否定します。はい。で、いろいろね、皆さんに待っていただいて、なんせね、はるばる東京から来ていただいて。そうなんですよ。ちょっと名前は言えませんけれども、有名な某、はい。そこで止めんの、はい、某なんと、ね。はい。もう、わわわわわわなんですね。はい。うんうんうん、はい、そんな、注目されている、この、ね、はい、収録なんですけどね。はい、はい、出版ブス、うん、その話は後で、はい、後でしょうね。うん、で、アロマセラピスト。はい。うん、あれはどういう、やっぱあれですか、エッセンシャルオイルの勉強をしたり。はい。まず最初ね、ドクターからね、解剖生理学、病理学っていうのを習って、まあ、そのテストを受けます。その上でですね、エッセンシャルオイルのことを全部頭に叩き込んで、で、それを会った人のね、心と体と魂全体を見て、あ、この人はこれだなっていう風に選んで、それを使ってマッサージをします。マッサージをして、その人の体の中に、その植物の魂を入れ込むという、とても驚しいかもしれないという仕事をしてまいりました。なんか録音されてるんですか、それ、体の中になんか。されております。多分なんかいろんな講演の場所とかで聞かれたらそれを言いません。言わない、こんな話はしません。じゃあ本邦初公開ですね。はい、はい、でそのアロマのねお勉強をして、で、それを生かしたなんかどこで、うん、ですね、やっぱりこのまだ日本に来てアロマも珍しい中で、この白浜南房総というど田舎でアロマテラピーなんてものがお客さんがつくわけがありません。そこで考えました。南房総といえば観光だということで、うん、私は、ホテル旅館すべてにね手紙を書いたんですよ。手紙を書いた。はい、うん、私にアロマテラピーをやらせていただけませんか、うん、そこで2軒の社長さんから来てごらんという返事がありました。2人お世話になりました。これは別に言わない。言います。お、私の恩人ですからね。はい。一軒は門屋旅館さん。本当にお世話になりました。高尾さん。うん。はい、うん。本当にお世話になりました。ありがたかったです。はい、もう一軒はホテルオーパビラージュ。オーパビラージュ。うん。社長とは喧嘩もしました。梅津さん。殴り合いもしました。
殴り合いした？はい、楽しかったです。イエーイ。割と、割と豪傑なんですね。はい、はい、豪傑、どっちも豪傑、はい、でそこでこうお世話になって、お世話になりました。何年ぐらい、何年ぐらいかな、7年とか。あ、結構ね。もっとかな、ね、まあそういう年数、ね、違うな、もっとだな、10年以上かな、でまあそういうね経験を積み、はい、まあはい、まあ、結局、まあ、自分で、うん、あの、まあ、雇われるではなくて自分でやっていきたいっていう思いでやってきているので、そこでやっぱり観光客本当にこれから伸びていくという中で新しいアロマを入れて、やっぱりそこを成功しましたぜ。自分で成功したって言っちゃう人あんまりいないですけどね。だってさ、子供それで大学出せたんだもん、私一家かす、一家それで養ったんだもん。それはすごいっすね。あ、それ、それすごいっす。あ、じゃあ、あの、ご長男も、はい、その稼ぎで、はい、そうですよ。で、今やね、はい、南房総を代表する塾のね、先生になってます。一問も見返りがございませんが。え、見返りないの？ないですね。聞いてますか？聞いてますか？T-Payさん、T-Payさん。聞いてますか？聞いてますか？はい、T-Payさんね、あの、はい、あの出て、あの、ご出演いただきました。はい。やっぱね、あれですね、DNA ですね。そうですね。あの、雇われるよりも、私が起業してみたいな。そうですね。DNA。人の言うことは聞かないというね、タイプですから。まあね、言い方をそっちで言うと、まあ、人の言うことは聞かねえぞ、はい、聞かねえぞ、自分でやった方がいいぞ、自分の人生、自分のやりたいことをやらずに、はい、死ぬ時に後悔したくないじゃない。あ、そうですね、せっかくならば、せっかくなればね、一度きりの人生だから、そう、はい、そんな一度きりの人生の中でそのね、はい、お子さんを、まあ、そのアロマテラピストとして、はい、まあ、やってきましたけど、はい、ほら今こういう小規模宅の六次郎、はい、まあ、をやって、はい、経営していらっしゃいますけど、はい、そこにこうね、はい、たどり着くまでの話はこの後伺いたいと思います。はい、はい、ということで今日は、白浜町滝口になります、小規模滝の六次郎の先から時計を見ている、小池さんにお話を伺っています。はい、はい、遅刻をして申し訳ございません。はい、いらっしゃいませ。はい、はい、そんな、小規模滝の六次郎、はい、まあね、アロマテラピストとして、まあね、子育てしてきましたと、はい、いうお話なんですけど、はい、そこからこのね、はい、施設運営、はい、経営、はい、なぜそこにたどり着くんでしょうか。はい、それはですね、アロマセラピストとして働いていただいてた方たちを率いて、まあ、株式会社というものを設立してみました。うちの娘、会社に勤めてるの、福利厚生あるのって、そうやってお母さんに言われて娘たちが喜ぶっていうことを夢見てやってみました。今日はこの音ばっかりなんですけどね、あ、そういう今株式会社を立ち上げてやってきた、やっぱ名前にね、あれ、その名前が一字使われてる。はい、あの3は何なんですか、漢字の3、3つの喜び、まあそれは深い意味はないです。あ、ないんだ。はい、ないです。あ、ないんだ、はい、そこまで言ったら何かあんのかなと。ない、意外とない。ない、3はね。で、会社立ち上げ、はい、そしたらね、リーマンショックっていうのがやってきてね、従業員、観光客来なくなった、従業員さんに払うお金がないぞ、最初はね、親の年金をくすねたりとかね、いろんなことをやってたんですけれども、それもこう行き詰まって給料が払えないぞ、そこに介護保険というなんだかおいしい仕事があるらしいということを聞きつけたのでありました。あ、まあね、おいしいね、はい、美味しいというか、まあね、そういう、お金をうまく運用するお仕事ってことですね、
自分がねずっと親の介護とか看取りとかをしてきたので、それとアロマを結びつけたらえらいことになるぞっていうのはすごく分かってたんですよ。でも介護事業者の方たちに話しても、あ、そんなこじゃれたものとあの介護は違うからって言って、誰も相手にしてくれなかったので、だったら私がやってやろうじゃないの、やってやろうじゃないかと、はい、で、やってやろうじゃないかと始めたのがこの、はい、小規模滝の60。そうです。最初はでもあれですか、はい、やっぱりこう細々と、はい、お金もなければコネもない、何もないわけですよね、資格もない、うん、だからね、アロマセラピストとして雇ってた人たちと日医のヘルパーに旧講座に全員で行くわけですよ。あ、そうなんだ、うん、そしてね、最後にね、あれ実習っていうのがあるんですよね。うん、その実習先で私は初めて見たんですね、悲しい光景を。悲しい光景、うん、これはやってやろうじゃないかと思いました。思った、うん、でもお金ないじゃない、だから、うん、自分たちが住んでるうちのうちを、うんうん、その施設としてまずは初めて見たわけです。その時にね、うん、テレビでねやってたのを夫が見てね、こう言ったんですよ。テレビでさ、看取りっていうこと言ってたぞ、やだなー、看取りだってうちで死ぬらしいぞ、やだねー、私はまさしくそれをやろうとしてたので、そうだねーと答えました。そうだねって答えたの、うん、やだね、うん、やだねってね、どっちを、夫はね、人が死ぬとかね、うん、そのね、年を取るとかね、うん、そういうのね、嫌いなんですよ。あー、なるほどね、そういう、収束の部分ってことですね、はい、うん、だけど、うん、私はだけど私は、背に腹は変えられぬと、夫のこの家を使ってそこを介護施設にしてしまったというわけです。確かにそうですよね、あれお家を改装したっていうね。そうです。小池さん、どこに寝てるのって、ん、みんなが帰った後にこの隙間に布団を敷いて寝てるんだよというね、そんな状況でした。あ、そうなんですか。そうですよ。そん時あれですか、お子さんとかもう独立されて、ね、息子がね、ちょうどね、都会でのね、サラリーマン生活にギブアップをしてね、帰ってきてね、うん、居候してました。だって そこまでだってあれじゃないですか、そんな広いお家、広くないですよ、みんなで隙間に布団敷いてるんです。そうですよ、背に腹は変えられない、それでもお前はやりたいのかと神様が試しているということです。いいこと言いますね。いいこと言いますよ、神様が。そう、これに、そう、あなたは、そう、乗り越えられるからという試練なんですね。そう、その通りです。必ずやってくれる試練は、やってくる試練は神様からのお試しですね。お前はそれでもこれをやりたいのかと突きつけられました。すごいですね。なんかこうあれですね、講演とかできますね。あ、してるのか。いい話だ。いい話をしている、うん、座布団1枚、座布団1枚、はい、座布団1枚ね、はい、どころじゃ済まないと思うんですけども、はい、ありがとうございます、はい、そうやって介護、まあ、施設を、うん、始め、自分ちで始めました、うんうん、最初はでも大変だったんじゃないですか、うん、それは地位もなければコネもないし、うんうんうん、金もない、でもやる気はあるぞと、うんうん、そうなんですね、うん、本当に素人集団だったので、やっぱり怖いものを知らなかったんですよね、うんうん、そこに来たのはやっぱり他の施設ではちょっとごめんなさいという方たちをありがたくも、ご紹介してくださる方がいました、うん、これはっていう、今思えばね、方たちをいきなりど素人の自分たちはね、うんうん、お客様に始めてみました。なるほど、まあ、そこからね、いろんな経験と実績と、まあ、積んでこられたと思うんですけど、この今ここ小規模滝の六次郎、今のこの場所、はい、これ何年ぐらい、じゃあご自分のところで、はい、自宅で2年やったんですけれども、うん、やっぱり利用されている方たちがどうしても寝泊まりできる場所がなければ、うん、成り行かないということで、うん、その時市からの小規模多機能という公募がありまして、うん、そこに手を挙げたり引っ込めたり挙げたり引っ込めたり引っ込めたんだ、引っ込めた、だって借金してお金もないのにさ、ね、これでやれる保証もないのにさ、怖かったぜ、うん、ぜで、手を挙げ引っ込め、手を挙げ引っ込め、まあ最終的にはでも手を挙げた、まあ覚悟を決めて、で、その市の、その、まあ、手を挙げたのはどういう小規模多機能、まあ先ほど簡単に説明していただいたんですけど、どういうものを求められたんですか。
うん、厚生労働省が言ってるのは地域で生きて地域で暮らして地域で看取っていってくださいということを求められていたと自分は思っています、うんうん、はい、でそこで手を挙げて、はい、なので、いるお年寄りたちにここで死んでいいよって、うん、最後までずっとここで一緒に過ごそうねっていうことを語りかけました、うん、はい、うん、そしてね、まあ、当然、利用者の方も増え、あとスタッフもね、はい、増え、あれですよね、あそこにいらっしゃる息子さん、はい、次男です。あとね、息子さんの頼もしいお嫁さんもね、まあ、今日は、はい、今日は 見当たらないですけど、はい、大体いるとなんとなく声ですぐどこに行ったんですよね、はい、白浜中どこにいてもわかるかなみたいな感じですよ、はい、で、まあ、スタッフさんも増えて、この六畳、はい、何年目、うん、ここに移って5年目ですね。5年間で20人の人たちを見取ってきました。なるほど、お盆が来ます。お盆が近い、はい、どうしてもその話を持ってきたい話ですね、うん、まあ、六条さんね、はい、7周年、はい、最初から7周年、そうですよ、く気がついていただきました。ええ、はい、昨日メッセージいただきましたね。 ありがとうございます、はい、7周年、はい、ということなんですけど、はい、まあ、いろんな人にね支えられてきたということなんです、はい、はい、そうですね。なんか、うん、あれですね、僕のなんか身近な人が割とここに来てるっていう話。あ、そうなんですか。渡辺さんっていう人が、ああ、はい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 、阿波介護一揆というね、地域 の、 あの若者たちのこう集まりがあるんですけれども、うんうん、とってもあったかくって、うん、心強い青年たち、ね、それぞれの事業所で活躍している青年たちが、うん、やっぱり地域の人たちをあったかく見守りたいということで、そんな介護事業者の青年たちが集まっている阿波介護一揆という会にお世話になっております、うん、まあ、一応ね身内なんで言っとかないといけない。あ、そうなんですか。あ、びっくりしたな、もう、びっくりしたな、もうってね、うん、はい、そんなね、まあ、7周年という六次郎さん、なんか今度、まあ、イベントというかね、はい、やるという話を伺って、まあ、ここまで来たんで、はいはい、この後お話を伺いたいと思うんですが、はい、ちょっとここで南房総にゆかりのある、アーティストの曲で一息入れたいと思います。はい、はい、それでは鴨川自然八重さんの名も知らぬ花のようにで一息入れたいと思います。どうぞ。風に咲く花びらの名前宇宙を
愛し合うそのため、この宇宙は生まれてきた、愛し合うそのため、巡り合う花たちはその愛を知らない、ただ花びら開くよ、いたずらな天使が飛び立つ春の日、赤い実の甘い蜜を胸に抱いて、はい、鴨川自然王国八重さんの名も知らぬ花のようにでした、はい、ということで、毎週水曜日から1週間24時間オンエア中の南房総オンザライン、今日は、南房総白浜町にあります、小規模滝の六次郎さんで収録をさせてもらっていますが、ゲストはアロマ姉さんこと小池さんにお話を聞いております。はい、まあね、まあ、施設の、まあ、お話簡単にしていただいたんですけど、はい、まあ、先ほどからこうね、まあ、見取りというお言葉が出てます、うん、なるほど。で、まあね、人は当然ね、うん、生まれて、はい、まあ、死んでいくという、はい、まあ、でも私まだあんまりね、うん、俗に見取りじゃないですけど、うん、死に目になかなか合ってなくて、うんうん、よくわかんないんですよ。そうですよね。なんかイメージこうなんか病院とか、うんうん、でこう息を引き取るみたいな、はい、まあ、ドラマとかでもよくありますけれども、はい、でも実際に自分の中でこう体験がない中で、うん、はい、人って、まあ、自分は生きてるからわからないけど、はい、どうやって死ぬというか、はい、亡くなるんですか、うん、よくね、最後にね、私死ぬ瞬間見たことないんですけれどもって、まあ、その方が聞きたいのは亡くなる瞬間なのかな、亡くなる瞬間といえば人は綺麗なダイヤのような涙をポロッと一つ流して旅立ちます。本当に綺麗です。旅立つ、うん、綺麗、うん、六次郎で言えば、うん、皆さん人の看取りに立ち会った時におっしゃることがお産と同じだねって、人が旅立つ姿はお産と同じように喜びに溢れてるんだねっていう言葉をよく耳にします。喜びにあふれ、はい、まあ、そうか、出産と同じような、うん、はい、輝きというか、そうですね、輝きがある、うん、そうですね。そうするとこう、うん、まあ、小池さんの、はい、まあ、看取りの考え方としては、はい、その辺にこうしっかりと、うん、力を、はい、注ぎ込みみたいな。そうですね、うん、やっぱり全てをこう見せていくと、うん、うちを利用されてた時から、それが5年前であっても4年前であっても、私たちはその時からその人の看取り、死に向かっていってると考えています。もうじゃあ
あの今日は公開収録状態で、ね、はい、あの利用者の皆様いらっしゃいます、はい、もうじゃあ逆にこの利用者の方々も、はい、まあ、いずれはね、はい、そういう状況になると思うので、そうです、そこら辺をこうしっかりと考えて、そうです、そうです、人は生まれた時からね看取りに向かっています。それでご縁あってうちに来ていただいたので、うん、ねえどこで死にたいって、うんうん、最後どうしたい、じゃあそれまでにこうやって生きようかって、うん、まだわからないその日に向かって準備を始めていきます。準備を始める、はい、そうする、それそのサポートというかね、はい、もう当然当然です。それが介護職の私たちの仕事です。なるほど、うん、初めてこの音を使いましたけどね。あ、どんな音だろう。え、パラララッパラーっていうね、なんかちょっと今押していいタイミングかなってのは分からなかったんですけど、うんうん、いいタイミングですね。どうしてもね、うん、その辺のこの人の死というか、うん、見取りというかね、はい、すごくなんかね、うん、繊細というか、 なんかデリケートな、はい、ラインなのかなと思うんですけど、うん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 、うちはね、スタッフの子供たちが、ちっちゃな時から保育園に行ったり小学校に行っても、うん、お休みの時とか夏休みとか放課後とかは帰ってくるんですね、うんうん、でその子供たちにお年寄りたちの死を見せます。おお、うん、確かにそうですね、あの下は4歳上は94歳今日はですね、うんうん、そうですね、そうするとやっぱりその子供のまだ、うん、なんでしょうね、幼稚園とか小学校行く前に、はい、そういう人の死というか、そうです、意図というものを体験する、そうです、そうです、それは当たり前のことで、うん、今よく言われるのが、え、やだ怖いって、怖いってさ、あんたが死ぬときやだ怖いって子供に言われたらさ、どうすんのよ。そうだ、そっかないよ、怖いって、私も死ぬんですけど怖いですかって、辛いじゃん。辛いだね、うん、辛いよね、悲しいよね、その辛さが怖いのかな、うん、だからやっぱり自分が死ぬ時のためにも準備始めてるのかな、うんうん、人が生きて老いてボケて死ぬってこんなに素敵だよっていうのを子供に見せるのも私たち介護職の仕事、うん、素敵な仕事だと思ってます。そうですね、どうもそこ確かに今おっしゃる通り、うん、僕も、うん、怖いって思ってます、うんうん、まあ今でも話を聞くと、ね、うん、確かに怖いよりか、うん、やっぱそういう、まあ、お別れというか、うん、生きている間での、まあ、はい、お別れというところがあると思います、はい、それがもうなんか、うん、まあ、辛い、うん、辛いし寂しいし、はい、みたいな気持ちありますけど、うん、寂しいですよ、うん、何年も何年も一緒に過ごした人たちが一人二人とこう亡くなっていくっていうのは、うん、やっぱり介護はある意味寂しい仕事ですね。うん、そうですね、うん、で、そのまあ、お盆という話、はい、だからか分かりませんけど、はい、お子さんもそういう、体験をして、はい、いるこの、うん、最先端教育でしょっていう、はい、ありますけどね、はい、そう思ってます、はい、なんかそろそろあれですね、うん、まあ、ここはご自身の親御さんを、はいはい、看取りたい施設ということで、そうですね、うん、やっぱり一番自分はずっと親の介護をしながら仕事をしてきましたので、うん、やっぱり自分の親を看取りたい施設、自分がお世話になりたい施設でなければ嘘だと思ったんです。なるほど。そして、親を10年介護しながら働いてきました。で、一昨年に父を、去年、あ、今年だ、母を、うんうん、ここで看取ってもらいました、うんうんうん、嬉しかったです、はい、そして、まあ、それはまあ叶ったというお話なんですけれども、はい、母はね、特にね、すんごいわがままばあさんでね、で自分の親をね、うん、自分の仕事場に連れてきてそこで介護を受けて自分も働くっていうのは、うん、それはそれは辛かったんですよ、うんうん、そうですね、でもその母と本気になってみんなが喧嘩してくれて怒ってくれて、はい、笑ってくれて、うん、最後に母が幸せだって、うん、幸せすぎてまだ死にたくねえよって、でもお別れだねって、うんうん、みんなが本当に手を握って送ってくれた時に嬉しかったし、うんはい、夢が叶ったなって思いました。本当になんかスタッフに感謝しているところです、はい、そういういい話、うん、いい話、うん、いい話、いい話です。いい話すぎて音をどうしようか迷ったぐらいです。で、まあそういうね、まあ、送ることができた、まあ叶ったというところです。今度はまた新しい
まあ、なんか新しい世界を見ているお話を聞いたんですけど、はい、ありがとうございます。ですね、うん、親を送るということはできたし、スタッフたちもこの一緒に暮らそうとお年寄りたちを愛する、うん、そうだ、さっきね東京からお客さんが来たんですよ。そしたらね、その人がねこう言ったんですよ。ご家族が随分来てますねって、うん、ご家族って今日ご家族いらっしゃってないですよって、え、じゃあスタッフさんですかって、そうですよって、うん、スタッフがお年寄りと一緒にお茶飲んでるんですか、あんな大きい態度してるんですか、そうですよって、うん、だってさってお茶飲むときに一緒に飲んで当たり前でしょって、同じ本見て、うんうん、同じこう相談をし合って、それが共に暮らすってことですよね。でもそのスタッフを家族ですよねって言ってもらったことが、うん、さっきすごく嬉しかったんです。確かに私もね最初にこの六次郎さんに来た時に、はい、うん、家族だと、そう確かに、うん、あれ、あ、お孫さんかなとか、うん、あったわけですよ、うん、ありがとう。で、確かに今表現がいいか分かんないけど、うんうん、なんつうのかな、上なんつうのかな、うん、ちょっと利用者さんとかに、うんうんうん、という目線ではなくて、うんうん、本当に言いたいことを言い、うん、やりたいことを、うん、やらせてみたいな、はい、そんな自然な家族の形というかね、うん、家族のその雰囲気というか、はい、ができているんだなと、はい、ね、他の施設からね一番移ってきたスタッフに言うことは、まず、うん、お年寄りの隣に座ってくれと。みんな立ってるんですよね、まるで何かを監視してるかのように。ともかく利用者さんの隣に肘をねすり合わせて、うん、同じ方向を見て座ってくれということをお願いします。それができたら一人前です。そうね、肘ね、うん、膝じゃないんだね、うん、肘、膝だとほら正面じゃない、そう肘だ、横なんだ、ね、うん、隣に座る。だから誰が利用者だか誰がスタッフだかわからないと言っていただけたらもう最高の介護ですね。そういうことか、うん、だからもうそれで、あ、この六次郎はできたなって私は思ったわけですよ。パラパラパラー、できたと。じゃあこのね、うん、まあいろんな経験を、はい、とアロマテラピーの音、はい、をまた融合させた、はい、新たな、はい、ありがとうございます。野望が、はい、ですね、私は自分の父がね10年間アルツハイマーでこう苦しむ姿を見てきたんですね。でよくボケちゃったら何もわからないでしょとかっていう人がいるんですけれども、うん、何にもわからなくなる人なんか一人もいないんですよ、うん、でボケちゃえばうん、わからなくなるからいいよねって言われても何もわからなくなる人は2回言っちゃったけれども、大事だから2回、さうん。でその中でやっぱり人生の最後に脳梗塞で麻痺になったりいろんな病に苦しんで、うん、自分の老いと病をかみしめて生きてる人たちとここで共に暮らしてるわけですよ、はい、はい、そしたら自分だってそのボケちゃう可能性も明日病気になる可能性もある。あります、ね、でももしかしたらそれを病気になる前に予防していける元気な自分でずっとずっと人生の最後まで過ごしていくことができるんじゃないか、その一つとしてもしかしたら自分が25年やってきたアロマを何か使えるんじゃないか、うん、使えるんじゃないか、うん、いやもう使えると思ってるんですよね。思ってますよ。叫んでます、叫んでます、孫ですね、うん、はい、もうじゃあもうあれですね、うん、もう戦略は練れてると、はい、うん、はい、まあそのアロマテラピーを、まあ、そういうねいろんな予防にね、の予防につなげていきたいと、はい、できるだけあれですか、うん、薬を使わないで、うん、そうですね、お薬っていうのは本当にいざという時に使ってパッとこう効果を表すために毎日毎日続けるものではないと思うんですね、うん、で日々の暮らしの中では食べること、運動すること、前向きに考えること、うん、そしてアロマを使って体の調子を整えていった時に人生の最後まで自分らしくいられるんじゃないかと、私はここでアロマを使わせてもらってその確信を得ました。なるほど、確信を得ている。じゃあそれをこう実際に皆さんに、はい、うん、今はい、そんな話をしてほしいと呼んでくださるのは実は地元ではなくて全国なんですね、はい、それをこうその7周年というタイミングで、はい、うん、お話をしていくんだけども、はい、
身近で身内でやろうと思ったらどうなったんですか。はい、はい、身内でこちょこちょっとやろうかな、地元に知名度はないしと思ってちょっと書いたら全国から来ますという、南房総行きます、白浜行きますという全国からの声が上がってしまいました。想定外。想定外ですね。なじゃあ結構な規模で、うんうんうん、結構な規模ではやりたくないな。まあね、もともとねそういう、はい、あの小規模でやりたいなというところだった、はいはい、まあ、でも白浜にねコミュニティセンターという素敵なチックライナー素敵なあの入れ物ができたので、うん、そこをお借りして9月4日に見とるというタイトルで東京のケア研究会の方と阿波介護一期の皆様にお世話になりながら、あとまたあの都会から介護移住をされてるね太田ファミリーという本当に素晴らしい夫妻がいらっしゃるんですけれども、うん、その方の外から見た六次郎を語っていただいたり、うん、地元で安心して生きて死ねるよっていうのをたまには地元で話してみたいなと。そうだね、うん、確かに一番こうまさに最前線ですよね、この南房総、そういう介護が見とるというシーンが、うんうん、もしかしたら日本の中でまだ早いのかもしれない。だから東京とか他の全国から呼ばれてるのかなと。はい、9月4日、はい、白浜コミュニティセンターで、はい、何時から、うん、決まってない1時から、1時から、はい、見とる見とる1時半から、え、何時から？1時から、はい、1時から夜までやります。夜までやる、うん、結構じゃあずっと話しっぱなしですよ。うん、そんなことないですよ、いろんな方に話していただいて、また東京からの介護の仲間たちが来ます。うん、みんなでそれは私が話すというよりも語り合うということがメインなので、はい、みんなでいろんな思いを話したいと思ってます。うん、はい、まあね、そういう交流、うん、はい、いいですね、こういう風に臨場が大丈夫ですよ、あの全然、あのこんにちは、はい、こういう風にね皆さん、はい、ご家族がいらっしゃって、うん、母ちゃん寝たかなって見に来たんです ね、 ね、はい、今日は公開収録してますのでね、うん、あのみんなこちらを向いてますけどね、うん、はい、はい、そのまあ見とるという、ね、うん、あのテーマでお話をされるという、はい、ことですけども、なんか先ほどね、うん、ちらっと聞いたのなんか東京の方から、はい、介護のためにこちらになんか移住、はい、まあまあ、実際にされた家族がおっしゃるということなんですけど、はい、そういう傾向が強、うん、多くなってありますね。もうあの東京の方はあの介護難民ということがすごく予測されていて、うん、地方に移ってくださいというお話がすごく出てます。うんうん、最近江東区から移住されてきた太田さんはですね、うん、そのやっぱり都会での、まあ、最前線のリハビリとかねケア治療を受けてきたんですが、うん、でももう十分にやることはやったと、うん、そして東京で死ぬっていう仲間たちの姿を見たときに自分たちの最後はこうでありたくない、うん、自分たちも田舎から出てそして都会で頑張って暮らしてきた人生の最後は、うんうん、立山のようなところで人に囲まれていきたいという思いで移住されてきました。あ、ね、うん、はい、まあ、そういう方々が、まあ、移住されるケースが増えてきたと、はい、確かに私ね、うん、素人的にこんなに介護施設が多くて、うん、どうなのみたいな、でも、うん、足らないぐらいなんですか、どうなんですかね。いや、そんなことないと思います。入れ物は十分にあると思います。うん、あとはそこに若い介護士たちが魂を吹き込んでいけば、はい、うん、あったかい、よりあったかい立山南房総になっていくと確信してます。はい、じゃあまあそういう、孫家族の話も聞けるのかな、その9月4日は、はい、うん、そうですね、そんな東京から移住してきた、うん、ご家族のお話も皆さんの耳で聞いていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にこれはね、まあ、全然まあ、当然台本今日はあまり用意してないんですけど、はい、小池さんにとって、うん、見とるとは一言で何でしょう。見とるとは、何でしょうかね。自然なことですね。生きておいて死んでいく当たり前のこと
生活の一部です。生活の一部、はい、特別なことではない。特別なことではない。そうです。自然なこと。そうです。なるほど、確かにそうですね、うん、自然なことを、うん、それにいろいろね、まあ、その怖いとかなんとかそういうのではなくて自然なことですから、はい、そうです。それを正面でこう受け止め、うん、そしてその人の、うん、まあね、ことをしっかりと考えた見取りを、うんうん、もう今のうちからしっかりとやっていくのは、まあ、この小規模と秋野六次郎さんの、まあ、はい、コンセプトというか、はい、考え方だと思います。はい、本当にね、今日なんか、皆さんに、はい、ある意味見られてる感じでね、はい収録してまいりました。こんなにね、皆さんが穏やかなのはね、そうそうないんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、はい、ね、このご当地キャラのようなシナピーのおかげだと思います。ご当地キャラ、はい、はい、ということでね、本日のゲスト、小規模多機能六次郎の、小池美希子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでそろそろお別れの時間が近づいてきておりますけど、まあね、1時間あっという間ということでね、皆さんこうなんか今解散モードになっていますけどね。はい、まあ今日こちらの放送は、1週間、24時間ずっと聞けますので、その1週間の後はなんと YouTube で半永久的に聞けます。だから小池さんのこの温かいお話、ありがたいお話が半永久的に全世界で聞けるということになっておりますので、皆さん Facebook ページなどシェアしていただけるとありがたいと思います。ということで、来週の予告はですね、そう、立山の花火大会があるから、その時にちょっとね、実は、会場をふらつきながらちょっとインタビューしながら収録をしたいなと思っておりますが、まあどうなのか分かりませんので、詳しくは番組 Facebook ページをご覧ください。南房総オンザラインパーソナリティのシラピーでした。はい、ということで、またしても八重さんの曲でお別れしたいと思います。エンディングテーマ、共に歩こうでお別れしたいと思います。南房総オンザライン、また来週。小さなその手を伸ばしてごらん、暖かな愛に包まれて生まれた
生き